どうした？え？どうした？キラキラの道に行きますけど、チクチク立ってる人ですね。俺たちもやるやん、言うの。やってみる。絶対やった方がいいよ。ふざけるなって。お前ツイキャス主だろ。何言ってんだ。やられって。ほらサムネにいるじゃん。あんなもんベースのいいヘッドホンのやつでいいんだよ。ヘッドホンしかかかんない。ヘッドホン。ね。ハハ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 変わるね。もう少しじゃん。てい、いやいや。私のパワー？私のパワー。でも、僕の先輩に。よし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 はい。払いて。なんでだよ。褒めてねえよ。けなしてもねえし。なんならけなしてるときにそういうこと言え。なみちゃんがいたの？なみちゃん？あのなみと系の？なみ系の？じゃのまの？茶の間にいる？いるの？まだ3体いんのかよお前。一瞬あのクマが宿に見えた。重傷だな。
なんか車とか乗ってるとさ、うん、こういう行動をよくやってた時さ、うん、車とか乗ってる時さ、うん、なんか早く降りてえなって時あんの、うん、あ、そうじゃん、このまま降りようって思って思ったのよ、うん、あ、危ねえ危ねえ、現実世界だと思ってやりすぎてって麻痺してたわみたいな。これブラックナイト山田さんも似たような経験してるからねこのままパクったら、車とかをパクったら、な、早く帰るんじゃないと思って、やべえやべえ、これちげえちげえ現実だみたいなあるかな、長いことやってると。脳が麻痺してくる。どこに向かってんの？日本放送一本間違えた笑った。え？一本？笑いとるんじゃないんだから。え、行って。ミパン。あ、本当だ。よいしょ。あなたがすべて、あなたのすべてが欲しいのよ。なんか誰かの家。天皇じゃない、知らんけど。スエツさんここで来たんだよね。そう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 。腹痛い。食べた後じゃなくてよかったわ。食べた後だったらすぐにもうダウンだわ。日本放送？はい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 はどこにあんだなんだよ間違いっぱなしかよ間違いまくりじゃねえか殺す気かふざけんなよ。なんだこいつ。何見て。ここ。え？ちょっと。よいしょ。渡ります。ちげえのかよ。ここプリンショルだった。ふざけんなし。
よいしょ。そういえば、日本放送でさ、どういう番組やるんですか？天下のオールナイトニッポン。マジですか？あの、朝日流星の。そうそう、俺のオールナイトニッポンやってるから。もしくは、あれじゃないですか、あの、神のサバの溝にゴッドチャンネルのオールナイトニッポン。遅刻しないように向かわないとやばいじゃないですか。来てる？マジで。誰が来てんの？わかんない、わかんない。だから、窓が真っ暗いから見えた。ピンファン？カトシやったら泣くよ。カトシやったら超嬉しいんだけど。カトシやったら嬉しいんだけど。嬉しいって言うけど。失神して死ぬレベルでカトシやったら。やばいっすね。オールナイトニッポン、日本放送ラジオの機材国内どれ？何階のあたり？ちょっと、また走る。来ました。走ったなぁ。あ、兼近さん、イグジーもやってんだよね。俺のナイトニッポン。で、その後にあの朝日流星俺のナイトニッポン。クボちゃんの、クボちゃんの、クボちゃんの、クボちゃん、久保ちゃん、どこら辺？あの橋の源とナイナイの間、ちょうど影になってるとこ。あ、いた。春日さんもいいんじゃん。そう、春日さんもいい。春日中井くん、中井貴一？貴一の方じゃねえよ。あ、正弘の方。正弘の方。